桃川助演口述速記記録より講談楽器のお百その第9回第3席続きから。それより棺桶を菩提寺に担ぎ込んで僧侶は型のごとくに執り行いました。一時はなかなかの騒動だったが、まずどうやらこうやらすっかり片付けたけれども、後に残ったのはあざだらけの男の子、名は三之助とつけまして、里淵の金子もいくらかは寄りましたが、大家さんから「これは坊ちゃんが大人になってから入り用の金だ」と言って他に預けてしまったから、新助のうちには一文もない。相も変わらず一生懸命魚をぶって歩いて、毎日坊ちゃんをおぶって「魚はよしか」と出かけまするが、渡る世間に鬼はない。おや、いい子だこと、これが話に聞いた川口の桑名屋の坊ちゃんかい。おお、お前さんは関心の人だが、お乳がなくって困っていなさると聞いた。さあ、私の乳をあげるからおよこし。おお、いいお子だ、笑っておいでだ。おばさんが抱っこして今いっぱいあげるからよ。おお、お前さんのおっかさんはひどいご苦労をなすったそうで、魚屋さん、惣菜物を、というようなことで、坊ちゃんが愛嬌者になって、大変魚が売れる。中には、魚屋さん、6人前ください。職人のは大切りにして4人前、うちのは小切りにして2切れ。魚さんかえ、このお子かえ、桑名屋の坊ちゃんてえのは。ええ、やれやれ。まあ、あの桑名屋というのは夫も出入り場であったが、このお子さんのおっかさんのおいでになってからは行かなくなったよ。本当にもうお百というやつはどういう悪い畜生だろう。坊ちゃんはおばさんが乳をあげるから抱っこをし、と得意場そのほか芸者屋などに至りまするとなおさら坊ちゃん坊ちゃんで、新助の魚を買って恵んでくれる。その度ごとに新助は、ありがとうございまする、と手を合わせて拝むが、実もってそうあろうことでございます。ある日のこと、新助は夕暮れに自分のうちに帰り、思ったよりも今日は魚が儲かった。どれどれ、一杯やりましょう。と、残りの魚を魚にいたして、たんとも飲まない、一合上後だが、新助はぐびりぐびりと一人で飲んでいる。お酒も程よく飲めば体の薬にもなると申すことで、一合上後が五尺くらい飲んでおきますると、気血循環して鬱を晴らしますが、それをどうこして飲みますると、ブーブーというやつが始まります。なんでベラおめえ、一定が気に食わねえぞ。こんな魚で酒が飲めるんけ、などと申す巻き舌で。ところで昨今は摂取というような議論も起こって、皆様においても酒は飲むとも飲まるるななどと仰せられまするが、本にその通り、一杯は人酒を飲み、二杯は酒を飲み、三杯は酒人を飲むと申します。酒に飲まれるようになってはたまりません。大きくは国を失い、中頃で家を失い、小さくて身を失い、ずっと軽くても財布を空にして世間に義理を失うくらいのことには相なります。無駄話はさておきまして、新助も一杯鳴る口でございますから、ちょっとした魚を禅の川に置きまして、坊ちゃんの顔を見ながら一人で飲んでいる。坊ちゃんや、あっしは本当に義理ある妹と言いてえが、義理は外れて仇同士となったようなもの。お百という尼は坊ちゃんの仇ですよ。
新助が助立ちを申すから見事仇を討ちなさい。見事。いい心持ちに酔ってきた。と坊ちゃんも抱いて、そのままいい心持ちになってぐーぐーと高い引き。前後も知らず白川よ船と眠りにつきましたが、夜中にふっと目を覚ましてみると、新助が今まで抱いて寝ていた赤さんがいない。おや、泥棒。赤ん坊を泥棒するやつもねえもんだ。枕元の安藤の陰にぼんやりと子供を抱いて出ている。出た出た、お家さん。うわあ、こいつに出られちゃたまらぬ。坊ちゃんはわしがお育て申しますから、決してこっちにはおいでには及びません。どうか桑花屋の方に毎晩願いともございます。あんまり幽霊のおなじみなのはありがたくございません。角違いをなさらねえで毎晩桑花屋の方へ願います。ナムアミダブナムアミダブナムアミダブ。ボーン、金か何か、そんな声がいたしますと、スーッと抱いてきて新助の懐に入れたと思うと、姿が消えてなくなった。ほっという息をついてみると、これは夢だ。はて夢だな、嫌な夢を見たな。どうもこの夢はまさ夢らしい。坊ちゃんの口に乳かすがついている。剣音の話だ。これから毎晩のように夢を見まする。うとうとしている間に乳を飲ませるかして、一旦泣いた子もピタリと止まる。この節そんなことを申しますとおけなしになりますが、もちろん怪しいお話はなすべきものではないけれども、またその木の残らんということもございませんで、その証拠を引いて書いたものも古来いくらもござります。余事はさておきまして、こちらでは海鮮丼や桑名屋のうちから幽霊が毎晩出るというので、日が暮れると川口の通りがぴったり止まる。桃川助演、口述速記記録より講談楽器のお百、その第9回第3席途中まで。